はい、皆さんこんにちは、シェフヒデキです。今日も、この番組をご覧くださいまして本当にありがとうございます。今日はね、確定申告に行ってきまして、結構頭の中が数字だらけで何もう文字が出てこないと困ってるところなんですけど、今日は、数字を今は忘れて、これから、部署の方で話す内容の方で頑張ってみたいと思います。皆さん確定申告終わりましたか？さて、今日はですね、ピンチの食べ方第3回、食材と食料の違いを探していくという話にしていこうと思います。だって今、食べ物っていうと、ね、何もありますけど、まあ、こういうパスタ、はい、缶詰、小麦粉、リンゴ、インスタント食品、いろんなもありますよね。はい、皆さんはどのくらい、家にありますか？災害というのは突然起こるものですから、やっぱりある程度、備蓄していくことを考えておいていいんじゃない、いい時代ではないかと思うわけですね。年々台風とかも大きくなってますし、はい、でどのくらい取っとくか、多分それが問題で、豊屋さんじゃないので山のように取っといても邪魔なだけですし、鮮度も落ちます。で、生鮮食品なんかね、もともと持たないですからね。どのくらいの目安なんだろうかって考えると、最低3日からマックス2週間、それ以上は多分現実的じゃないと思います。はい。それ以上、もし2週間のオーバーの場合、もう国家的大、災害でございますので、もう自分の力だけで切り抜けようとすることしたら多分危険だと思うので、もう2週間過ぎたら諦めましょう。はい。国のお力を借りて、一生懸命。切り抜ける方法にみんなで力を合わせて方向に移った方がいいんじゃないかと思いますが、3日半ぐらいでもないと、ね、救援物資が届くまで大体3日って僕はね、昔聞いたことがあるんですけど、何か初動が起きて何か出てくるまで、それが自分のうちで切り抜けられるんだったら、それはそれで素晴らしい、安心だし、ね、自分のうちってのは一番安全なとこ、安全安心なとこですから、そこでどうやってやっていくかっていうのはとても大事だと思います。で、じゃあ何を用意しておくかで言いましたけど、こういったものはすごく食べれるものなんですね。で、こういったものは調理が必要なもの。でもいい悪いじゃなくて、もう特性、はい、もう、ね、バチッ電気切れました。そんな中で食べるんだったら、やっぱりもう食べれるものが大事なんですよね。それはもうそこはしのがなきゃいけない。でも普通になんかあるけど物が届かないとか、家から出るのが危険であるか、いろんな時に何するかって、例えばその中で身を丸くして待って頑張って、ね、そこを抜け、災害が抜けていくのもあって、時間を過ごしてみんなで待とうっていう時には、どちらかっていうとそういう簡単に食べれるものは置いておいて、緊急時に置いておいて、工夫できるもの、こういったものであるとか、こういったもの、小麦粉とかね、うん、ですね、この食材の方ですね、特に、こういったものはパスタですから、もう生で食えませんけど、茹でて、いろんな風にできますが、もっといいのはこういう現物、こういうもの。なんでかっていうと、変化ができます。はい。これは粉ですけど、お好み焼きにも、たこ焼きにも、パンにも、変わるんですね。そういったもので、かつ、みんなで作ろう。まあ、そういうね、非常時ってみんな暇なので、はい。携帯見てる暇があったら、みんなで料理しましょう。みんなで何かを作る、みんなで何かをやるっていうことが、うちにこもるエネルギーを解放させることで、安心感や一体感、何よりもやっぱり非常時っていうのはですね、孤立してる人ほどパニックに陥りがち、うん、だから誰かと、人に対しても誰かと作ることもできるし、家族もちろんみんな、子供さん、お母さんだけは料理するんじゃなくて、みんなで料理作ればいい。お好み焼きだって焼いて混ぜて、そういった行動をみんなでやるだけでも一つのイベントになりますし、そうやった気分転換できるかどうか、自分の心をいかに明るくするか、ピンチの中でもちょっとホッとできるか、そういったことを工夫するには、こういった食材が一番便利
なんですね、はい、特にあの小麦粉とかですね、場所取らないんですよ、ね、いいじゃないですか。もちろんお米だったらね、いずれの動画で出そうと思ってるんですけど、炊飯もできますし、おかゆも作れますし、ピラフも作れるしという話があるので、そういったところでチャーハンも作れますし、ね、うん、そういったふうな展開していくこと、うん、みんなで材料を切って、みんなで作っていく、みんなで食べていく、そうやってる食卓をいかに緊急時でも持てるか、持てる工夫をするかということがすごく、心の平安に効くと思います、はい、物の平安ではなくて心の平安が最も大事な時期なんです。非常時っていうのは、はい、焦れば焦るほどどちらかってきますし、逆に言うと冷静な計算がないからこそ必要なものと必要ないものが分からなくなっ てしまう。だからね、火が使えないのに水が止まってるのに、たまにこういうものを買ってみたりとか、慌ててインスタント売ってないと思って絶望したりとか、はい、そういったものもあります、はい、で実際にね、ちゃんと自分たちで焼いたものっていうのはね、やっぱ違うんですよ、はい、こう言っちゃなんですけど、店で売ってる袋詰めされたものとここで作ったパンというのは全く違います、はい、満足感も違いますし、はい、営利目的じゃないので、はい、きっちり作ったものってね、ギュッと詰まってますしね、はい、それは食べればわかります、はい、町って良心的に粉から作ってるパン屋さんのパンと、パックされたパンがどう違うかはお食べになったらわかると思います、はい、それぐらい違います。そういうのは平常じゃどっちでもいいです。柔らかいっていうのはとても、柔らかさを生むためには気泡いっぱいつけなきゃいけないんですけど、それはもう全然悪いことではないと思います。味も大事ですからね、はい、あと硬いもの食べれない人もいますし、それでも心を平穏にする働きというのは実際に誰かが目の前で分かっている人が作ってくれたものだと思います。それでは今日のこんな風に材料の使い方、それから物に違うものがある、食料と食材は違うんだよということを少しは感じてもらえたら嬉しいと思います。はい、それではまた素敵な食卓を今日もお迎えください。ボナペティ。またお会いしましょう。